ちょっと長い、鎖場を降りてきました。天狗の大下りです。去年ね、ここを登りで行った時にはあんまりなんかこう何が難しいのかなと思ったんだけど、やっぱ下りはちょっと嫌だね。特に最初序盤でなんていうのかな、まあ、下まで降りてからトラバースすればよかったんだけど、ちょっと上のね壁伝いにトラバースしたら掴んでた岩が剥がれてめちゃめちゃ焦りました。やっぱね、あんま壁伝いに行くのはクライミングじゃないからやめた方がいいね。やっぱちょっとザレ出ても一回下まで降りて、で足元をしっかり確認しながらトラバースするのがいいと思います。これ前に見えてるのが実は五竜岳、その右ね、左が多分カエラズの南方かカラマスか、どっちかカラマスかな。でその右が五竜で、今もうかろうじてちょろっとしか見えてないのが、鹿島槍ヶ岳南方です。そこからね槍ヶ岳とかね、こうやって剣岳まで一望できます。